前は川口昭幸です。22歳です。日本の島根県に住んでいます。レゴ自体は2歳か3歳くらいからです。そうですね、子供の頃からもやっぱり動くレゴに興味がずっとあります。それは好きだからとしか言えないです。音はあんまり気にしたことがない。やっぱり機械的な動き。こだわりが強いっていうのがあって、好きなことには集中できますけど、できないことは全然できないような、そういう感じでした。今まで趣味でラジコンだとか、ペーパークラフトとか、鉄道模型とか、電子工作とかやったことがあるんですけども、やっぱり機械メカが好きですね。自分が GBC に出会ったのは、YouTube の他の方の動画を見た時なんですけども、それがなかったらこのレゴにこんなハマったこと、こんなに熱中することもなかったでしょうし、なのでそういう GBC を最初に考案してくれた方々とか、YouTube とかそういう、コミュニティがあったっていうことにすごい感謝してます。これ作る前にも頭の中でもう大体ビルドして、でそれからこう集中して作るんですけども、やっぱ作ってる時はあんまりリラックスもしてないんですけども、GBC モジュールを作る時、やっぱり最初にそのどういうメカニズムでボールを運ぼうかっていうことを頭の中で考えて、でそれから作るんですけども、作ってる途中で別のものが出来上がってしまったり、そういうこともよくあります。新しいその GBC モジュールがうまく動くとすごく嬉しいですし、常に次はどんなのを作ろうかっていうことを考えてしまいます。少しは仕事で、結構機械に触れることは多いので、その産業用の機械のその部分からそのインスピレーションを受けたりとかもありますし、あと GBC ですも他の方の上げてる作品とかにもすごい影響を受けてますし、 GBC は最初からオリジナルのものを作ろうとするとすごい結構難しいので、最初は既存のモジュールをコピーしてみることから始めるとすごく上達が早い。頭の中で考えすぎるんじゃなくて、実際に手を動かして、その実際のブロックを使って試行錯誤しながら作っていくといいと思います。